平野の仕様の身体能力、神宮寺勇太の空手、元金プリ、海外進出の武器になりそうなもの。金プリからの脱退が発表された平野の仕様、神宮寺勇太、岸勇太。彼らのこれからには多くの期待と興味が寄せられています。特に彼らの海外進出に関する展望が注目を集めています。この記事では、 彼らの身体能力や特技を生かした海外での活動の可能性について考察していきます。まず、平野の仕様の身体能力についてです。彼は金プリの冠番組、キングプリンスル。で、その身体能力を次々と披露してきました。 例えば、初挑戦の瓦割りでは、高難易度の技に挑み、すべての瓦を割り、パンチングマシン対決では、規格外の数字である288キロを記録しました。また、マイケル・ジャクソンの必殺技、ゼログラビティに挑戦した際には、マイケルの前計画度を超えるなど、非凡な能力を見せています。彼の身体能力は、言葉の壁を超えて、賞賛されるでしょう。 一方、神宮寺勇太は空手の腕前が特筆されます。ジャニーズ JR 時代からテレビ番組や先輩のコンサートで空手の方を披露し注目を浴びていました。日本の武道や空手は海外でも非常に人気があり、彼の空主義は海外でも好評を得ることができるでしょう。 このような身体能力や特技を持つ平野耀と神宮寺雄太は海外でのパフォーマンスにおいて大いに魅力を発揮することができるでしょう。彼らはお笑い芸人のような明るいキャラクターではなく真剣にパフォーマンスをすることで海外の観客の心をつかむことができるでしょう。特にアメリカで彼らに対して雄太ち、かっこいいよ、という声が飛ぶ姿が目に浮かびます。 では、岸優ユタはどのような展開を見せるのでしょうか彼は金プリだった以後も、ザ・鉄腕・ダッシュに出演し、米作りに取り組んでいます。岸の米作りキャラは SDG 意識の高い海外で受け入れられる可能性があります。彼は人柄の良さや英語の堪能さからマイクパフォーマンスもこなすことができるでしょう。 氏はこれまでの活動を生かしながら海外での活躍が期待されます元金プリの3人には新しい地図のような名前が付けられるかもしれません滝沢秀明氏のサポートのもと再スタートを切る彼らには滝沢氏プロデュースの歌舞伎舞台での活動が考えられます彼らが歌舞伎舞台でメインを務める姿は海外でも非常にかっこよく映るでしょうしかし 既存の滝沢歌舞伎シリーズとの差別化を図るために名前や演目には変更が必要となるでしょう。その際、新しい地図のようなユニークな名称を付けることも考えられます。また、滝沢秀明氏がプロレス好きであることから、3人の活動にプロレス要素を取り入れるというアイデアも考えられます。 特にメキシコ独自のプロレス、ルチャリブレは、覆面で戦うことが特徴です。3人がマスクスタイルでリングに登場し、各自の特技を活かした戦いを繰り広げる様子は、海外でも楽しまれることでしょう。以上のように、平野氏要、神宮寺勇太、岸勇太の再活動には大いなる期待が寄せられています。 彼らの身体能力や特技を生かした海外での活動は多くのファンが楽しみにしています。彼らが様々な国や地域で新たな可能性を広げていく姿に期待が高まります。